キャプテンの藤田輝里です。カードをしてます。副キャプテンの宇野勇希です。センターをしています。ベスト4に入ることが目標だったので、ここに達成できてます。声の大きさがチーム的には仲がいいので、いつでも声がみんなが出していたところが高見づらしいなと思いました。体育館を取って取れる人たちだけで1時間2時間してました。敵には少ない数試合が決まるまであるかないかは分からなかったんで、決まったらちゃんとみんなでスタートができるように、決まる前から自主練をしたりして、もう決まろうが決まる前が自分のやりきろうっていうのでみんなでやってました。目標だったベスト4っていう一つの試合がなくなって、これからどうなるんだろうっていう不安と、せっかく集まったいいメンバーと最後は過ごせるかなって思って楽しかったです。いつまで経っても変わらない、お前は俺たちの仲間。みんなでまたバスケができる、嬉しい、喜びがすごくあります。バスケを通じていろんなことを学べたし、いろんな出会いがあったので、試合がなくても今までできたことに意味があったと思うので、楽しくバスケができてお疲れ様でした。試合がなくなったチームとかもいて、自分たちがこうできたことが当たり前ではなくて、貴重なこの2週間をもらうことができてよかったし、今まで頑張ってきたことはチームのみんなも保護者の方たちもみんな分かっていると思うので、もう最後の最後まで後悔のない練習とチームメイトと仲良くしていってほしいなって思います。ありがとうございました。楽しい時だけが仲間じゃないだろう俺たち。